どうも皆さんこんにちは。今日ねまた木の切り出しね、抜刀した木がまだねいっぱい転がってるので、まあ邪魔だしね、あんまり置きっぱなしすると腐っちゃうから、寸法を取って切り出して向こうの置き場に置いとこうと思ってます。ある程度溜まったらね、秘密基地、どんどん作らないといつまで経っても完成しないという決めにありますから。昨日ちょっとね雨降ったんです、この森。今日はいい天気ですけど、今日この後ね作業ある程度したら飯食おうと思ってるんですけど、焚き火をやるのにね、この冬のシーズンやっぱり乾燥するので、あんまり大きく焚き火するとね危ないかなーなんて思ったりすることもあるんですけど、まあ、昨日雨が降ってますからね、全体に森の中が植えてたの状態なので、まあ、今日はねそんなに心配することなく焚き火もできるし、焚き火スタイル次バージョン撮ってもいいかもしれないんだけど、次にやろうと思ってるの。どうしようかな。スウェーデントーチちょっと大きめの作りましょうか、それとももうちょっとこう普通の焚き火やりましょうか。あんまり特殊なねトーチ類ばっかり作っててもしょうがないからね、普通に薪を組んでする焚き火でいくつかのバージョンやってもいいかもしれないですよね。まあちょっと休憩したらまた作業始めます。マジか。これハプニング動画にしたら弱いよな。見て。当たるならもっとこう思い切ったものは当たってほしいよな。ただ地味に痛いだけって一番嫌じゃん。イライラしてやりにくい。もうちょい揺らそうか。一回向こうで切ってからやろうか。
後でスウェーデントーチにしよっか。ちょうどいいかもね、サイズ的に。飛んでんじゃん。これね、これ何の鳥？ハト？これなんかちょっと鮮やかっぽく見えるけどね、これね、ここできっと食べられちゃったんだね。食べたのは誰だろう。トンビとかタカがいるから、そっちかな。上空で捕まえて、でここにバタバタバタって降りてきて、ここで羽蒸して食べたのかな。でもご遺体がないからな、ここで食べたんじゃなくてここでとどめを刺してどっか連れてったのかな。
ちょっと腹減りました。飯食いましょう。